五十嵐県事五十嵐ン事は日本の実業家、ドライクリーニングの白用石の創設者として知られる。自由党の新潟県会議員選、四郎の子として新潟県に生まれ、両親の離婚に伴い五十嵐家の養子となる。1894年、日清戦争が勃発すると、軍部を志願して陸軍従軍して朝鮮半島へ行く。 1895年三国干渉の際には、ロシアに復讐するために、北海道からシベリアへの渡航を企てる。しかし裏切りにあって、重労働を強いられるタコ部屋へ入れられる。脱走して、北海道のオタルまで逃げた時、旅商人から、キリスト教のことを聞いて、洗礼を受ける。東京に移り広瀬大二郎の紹介で、三越に入社、宮内省担当に抜擢される。 キリスト同神会の教会に所属して、プリマスブレザレンの HG ブランドの訓導を受けた。日曜日の礼拝に出席できないため三越を退社する。銀座の日本聖書教会の店先で、事故で手足を失い盲人になった人が、下で展示聖書を読んでいるという写真を見て感動して、聖書を1日1章読む、1紹介を提唱した。1906年に、 日本橋五福町に白用石創立。ドライクリーニングの研究に没頭し、1907年に独力で日本で初めて水を使わぬ洗濯法の開発に成功。1920年白用石を株式会社に改装した。その経営方針はどこまでも信仰土台として経営することであるとしている。本社の近くや玉川工場内にも、 教会道を建設した。1921年、のり松まさやすの死去の際には、遺骨を朝鮮まで運んだ。1941年に、太平洋戦争が起こると、社長の座を譲り、残りの生涯を、キリスト教の伝道に費やした。1957年頃、クリーニング業者福音協力会を起こした。1956年には病床にあった。 ほったあや子を訪ねた。すでにクリスチャンであり、恋人の前川忠だとあや子を、キリスト教に導いた、西村久造を、ほぼ同時期に亡くし憔悴し、病床にあったあや子は後に、三浦高生と結婚し、経典で、作家デビューし、いがらしの伝記、夕あり朝さありを表した。ありがとうございます。